はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はいつもお世話になっているこちらのラーメン高野目さんの玉田店に来ております。というのも今回ね、二郎系の高野目さんで煮干しを使った混ぜそばの限定メニューが発売したということで、早速食べに伺いました。で、今回はそちらの限定煮干しの混ぜそばをすり鉢でいただいていこうと思いますので、早速お店に伺いたいと思います。はい、ということで、ただいまこちらメニューの方が到着いたしました。見えるかな、煮干し混ぜそばでございます。よいしょ、いいやよ。それでは、麺が伸びるといけないので早速いただきますと。で、今回ね、無料トッピングの方についてはお店さんの方にお任せしております。今回の具材こんな感じでございます。で、普段はないんですけど、今回ね、限定でこちらの牡蠣のペーストもご用意いただきましたと。よいしょ、煮干しの香りするわ。いただきます。あ、うまっ。うめえ、これめちゃめちゃうまいわ。うん、あ、うまっ。じゃあチャーシューも見えるかな、チャーシューちゃんも。うまっ。うん、ちょっとね、こちらの牡蠣のペーストも食べてみますか。あ、めっちゃ牡蠣じゃん。うまっ。うん、ちょっと一旦具材全部混ぜちゃいますね、混ぜそばなんで。これめちゃめちゃうまいな、このメニュー。普段のね、この二郎系らしいジャンクさもちろん残ってるんですけど、そこに煮干しのね、上品さとか牡蠣の上品さ、これ加わってね、マジでうまいよこれ。食べるべき限定だね。うん、今回ね、煮干しも牡蠣も入ってますけど、生臭さっていうのは感じないね。旨味が強い。で、高野目さんでね、提供している無料トッピングのこちらのガリマヨなんですけど、今回のメニューだとどうしてもね、最初から混ぜてしまうと味がもうガリマヨ味になっちゃって、煮干しのね、感覚とかも分かりにくくなるみたいなので、お店的にもこちらのガリマヨトッピングについては別皿での提供の方がおすすめだそうです。食券を出す際にガリマヨ別皿でって店員さんの方にお話しいただければ、こうやって別皿で提供いただけますので、お試しください。あ、もうガリマヨもうまっ。濃いめなんで、一旦このレモンで味変で。
煮干し感少ないですかね。煮干し感は香りだけ、だからあの薄い分あの嫌なとこが乗ってないんで、逆にその煮干しダメって人とかでも結構食いやすいぐらいのちょうどいい煮干しだと思うんですよね。ちょっとこれ最後なんで生卵をかけちゃいますね。優しい、これ優しさだぞ。サンタのコスプレの女の子っていう、女の子2人が見てたんですはい、ってことで、ただいまね、この煮干し松葉完食いたしました。今回ね、いただいたこの柿ペーストなんですけれども、普段販売はしていないんですが、今回のね、この動画を記念にということで、24日と25の、2日間ですね、無料トッピングとして提供するということなので、ぜひね、今回僕のいただいたこの柿ペースト、またこの煮干し混ぜそばね、気になる方はぜひ食べに来てみてください。で、今回のね、この限定の煮干し混ぜそば、今年の営業末、29日までの限定販売となりますので、ぜひこのメニュー気になる方はね、蒲田店。で、24、25の場合は、本店の方でも発売がされるそうなので、食べに行ってみてはいかがでしょうかということで。あー、ちょ、お腹いっぱい何言ってるかわかんねえな。まあいいや。テロップでまとめよう。いや。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。